日本近畿地方京都府京都市伏見区、中所島中所島は京都市伏見区の地名。現在の京阪中所島駅を中心とした地域であり、南北に竹田街道が通っている。四方を川に囲まれており、かつて小倉池に浮かぶ島であった名残を留めている。文六年間、中塚佐商遊に任官していた脇坂康二が、 宇治川の分流に囲まれた島に屋敷を建て住んだことから中所島の名前が生まれたとされる。中塚佐昭遊の東名が中所であったことから脇坂は中所様と呼ばれていた。その中所様の住む屋敷の島という理由で中所島と呼ばれるようになった。伏見には他にもかつての大名屋敷にちなむ地名が多い。 中所島遊郭門小桃山時代まで、伏見港一帯は出地であった。豊臣秀吉が伏見城を成長としたことによって、武家屋敷が立ち並ぶようになったが、江戸幕府は伏見城を廃城としたため、江戸時代前期に荒廃した。一方で高瀬川が改削され、京都と大阪が結ばれると、その加工として、再び水運における重要性が増した。その後、 伏見城下にあった遊郭が移転され、繁栄するようになる。酒の名所であるために遊びに来る人が多く、また、宇治川に近く、交通の便が良い中所島は遊郭であると同時に、花町でもあり、気温をしのぐほどの名義を排出してきた。明治末期には、京阪電車が開通し、ますます栄えるようになった。昭和初期には、深草に司令部を置く、第十六師団の将校、 兵士にも利用されていたが、1958年3月15日、売春防止法によって、遊郭としての役割を閉じ、花町のみとなった。当初、天行をめぐってお茶屋派と、学生相手の下宿派に分かれ対立してきたが、沈静化し、その後、徐々に衰退してくるようになり、1970年に、花町としての長い歴史に終止符を打った。現在は普通の住宅地であり、 わずかながら、花町、遊郭時代の建物が残されている。この地で生まれた、西口勝美の小説、車」の舞台になったことでも知られる。関西の鉄道532007年7月20日発行95ページ、中書等の話、ありがとうございます。